めっちゃいいわこれ。めっちゃいいわ。好きな投稿者の方の動画をいつも垂れ流しで見てたりするので、いやーいいね。こうやって置いとけばさ、すっこう横目でこう見られるし、いいね。すぐ画面チェックできるし。ちょっと、怪我を連続でしてしまって絆創膏だらけなんですけど、猫毛だらけ、夏目怪我だらけって感じなんですが、今回はこちらを開けます。住所が両面に書いてあるので、ちょっとここだけ。皆さんも包丁を扱うと、皆さんも包丁を扱うとき、てか刃物をね、扱うときは十分注意しましょう。はい。ぴったりくっついてますね。もうなんか刃物恐怖症になりそうだもん。怖い。よいしょ。よいしょと、はい。アニメイトの、なんだっけ、なんちゃか、トレカみたいな。アニメイトブックトレカみたいなやつです。それのジャンプフェアの時のやつですね。ゆらぎそうのゆうなさん。で、うまるちゃん。うまるちゃんってジャンプ？うまるちゃんってジャンプなの？あ、集英社なのか。何ジャンプに乗ってたんだろう。普通の習慣じゃないよね。何ジャンプだったんだろう。で、ニセ恋の小野寺さん。小野寺ちゃんさん。です。3枚ね。なんか角度がおかしいけど、まあ、いいか。はい。で、いろいろね、あって、他にも欲しいのがあるんですけど、コメントをしてもお返事をいただけないので、まだ買えないんですが、とりあえずこれ3つ。で、これもね、ちゃんとシリーズ化されてるやつなので、集めやすいなっていうね、こう、やっぱ、バラバラよりも、こう、同じシリーズのもので集めると、統一感があって好きなので、アニメイト特製の、こういう、限定商品というか、限定の特典、これはまた集めたいなと思います。とりあえず今回はこの3枚ということで、はい。ちょっと、上からすぎるかな、まあいいか。では、今回この辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。さよなら。